ニコン ZF タス、ニッコール Z24-120mmF4S、高感度番長。はい、皆さんこんにちは、長チャンネルです。有効画素数2450万画素の裏面照射型 CMOS センサーを使っている Z6-2 と ZF に対して、Z6-3 は同じ画素数でも上下に高速処理回路を配置した部分積層型 CMOS センサーなので、おそらく ZF が Z マウントミラーレスで高感度に一番強いカメラであると思われます。そこで今回は ZF の感度を高くして夜の江ノ島を撮影し、ノイズの出方を調べます。使用したレンズはニッコール Z24-120mmF4S です。常用している ISO 感度は800から3200ですが、今回は6400や12800まで上げて撮影してみます。それではレッツゲットスターティッド。チャンネル。江ノ島シーキャンドルを目指して坂を登ると、江ノ島神社の主の鳥居が見えてきます。ISO800 なのでクリアに改造しています。ここからエスカーに乗ってさらに上へ登ります。江ノ島サムエル・コッキング園の灯籠を撮りました。 ISO1600 です。ピントの来ている部分にも、背景のボケにもノイズは乗っていません。絵の描かれた灯籠を動画で撮りました。 ISO3200 です。暗い道は ISO が上がります。3200です。手前の暗部も奥の空もノイズはありませんが、空はざらついています。長チャンネル。下りの道は暗くなり、 ISO を上げて撮影した元画像と現像で明るく持ち上げた画像を比較してみます。 ISO3200 元画像もきれいに改造しています。現像で明るくしてもきれいに改造しています。ISO6400 手水車は暗くひっそりとしています。ピントの合っている石の部分にノイズはありませんが、ボケているおみくじはかなりざらついています。
ISO12800。 歩く道に映った照明の模様が綺麗だったので撮りましたが、 ISO12800 でも暗すぎてよく見えません。現像で明るく持ち上げると前面にかなりのノイズが出ました。これが限界だと思います。江ノ島シーキャンドルの展望室から見た江ノ島大橋です。ISO12800 で拡大するとかなりのノイズです。遠目に見てギリギリ使える感じでしょうか。 ISO6400 までは普通に使えて、 ISO12800 は暗くて撮れないものを撮る手段ですね。次回の動画までぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。